4年に一度行われる世界最大のスポーツの祭典、サッカーワールドカップ。そんなワールドカップで、かつて国を代表して戦った選手が、自国の国民から拳銃を向けられ、凶弾に倒れるという事件がありました。現在も語り継がれている、サッカーのワールドカップ史上、最も悲劇的で残虐で血塗られた、忌々しい事件。エスコバルの悲劇。1994年7月2日の深夜、コロンビアの第二の都市、メデジンの街中にあるバーから出てきた青年が、暴漢の凶弾に倒れて、命を落としました。彼の名は、アンドレス・エスコバル。事件の1週間前まで、サッカー、ワールドカップのアメリカ大会に、コロンビア代表のセンターバックとして出場していました。当時27歳のエスコバル選手は、キャリアのピークを迎え、ワールドカップ後には、イタリアセリエ A の強豪、AC ミランへの移籍の話が進んでいたほどの有望な選手。しかしなぜ、彼は、銃殺事件に巻き込まれることになったのでしょうか。その理由。そこには、当時のコロンビアの特別な事情が絡んでいました。それは、サッカーとして、優勝候補国に挙げられるほど、歴代最強チームだったこと。そして、世界の中でも最悪に挙げられるほど治安が悪くて危険な国だったこと。コロンビアにとってサッカーはブラジルやアルゼンチンなど他の南米の国と同じように多くの人々が熱狂する国民的スポーツです。そしてコロンビアの国民が最も熱狂して悲しみに暮れることになったのが歴代最強のチームと謳われた1994年のワールドカップアメリカ大会でした。当時、チームの中心には、キャプテンで、金髪アフロヘアの司令塔、バルデラマ選手をはじめ、大会屈指のセンターバックとして注目されていた、エスコバル選手、イタリアセリエ A で猛威を振るっていたフォワードのアスプリージャ選手など、それぞれのポジションに、世界的なプレイヤーを揃えていました。特に、ワールドカップの予選では、際立った強さを見せつけていたコロンビア。強豪アルゼンチンに5対0で勝利したことで、アメリカ大会の優勝候補の一角に挙げられるなど、国民の期待も膨らんでいました。ところが、そんな高かった大会前の評判とは裏腹に、ワールドカップ本戦では、初戦のルーマニアにまさかの敗北。さらに、2戦目の開催国、アメリカ戦。この試合では、コロンビアにとって信じられない出来事が起きました。それは、オウンゴール。前半35分、まさかの自陣へゴールをしてしまい、相手に点数を献上してしまったのです。そしてこのオウンゴールを犯してしまったのがエスコバル選手だったのです。結局コロンビアはアメリカにも敗れて2連敗。優勝候補がまさかのグループリーグ敗退となりました。国民の期待に応えられず、失意の帰国となったエスコバル選手。そしてその後、地元のバーから出てきたところで、二人組の男と口論となり、12発もの凶弾に倒れました。その際、銃を乱射した男は、オウンゴールをありがとうという言葉とともに、一発ごとにサッカーのゴール実況を真似して叫んでいたそうです。ワールドカップ開催期間中に出場選手が銃殺されるという事件は、世界中に衝撃が広まりました。世界では例を見ない残虐的な事件。しかし当時のコロンビアでは、いつ起こり得てもおかしくない状況だったと言われています。1970年代から1980年代にかけて世界最大の麻薬組織メデジンカルテルに牛耳られていたコロンビアのサッカー界。買収や脅迫、マネーロンダリングに八百長賭博は日常茶飯事。言うことを聞かない審判は射殺されるという事件も起こっていたほどでした。もちろん、ワールドカップ、アメリカ大会の期間中も、コロンビア代表チームをめぐって、裏社会では、莫大な金が動いていました。そして優勝候補だった、コロンビアの早い敗退によって、大損をした、裏社会の住民たち。彼らは激しい怒りに、打ち震えていました。エスコバル選手を銃殺した犯人も、大損したことが動機であることを認めています。そんな世界最大の麻薬組織、メデジンカルテルが、本拠地としていたのが、コロンビアの第二の都市、メデジン。最も危険なスラム街として恐れられ、
夕暮れになると外を出歩けないと言われた。この街で被害者のアンドレス・エスコバル選手は育ち、そして地元のクラブに所属していました。それでは、エスコバル選手はどんなサッカー選手だったのでしょうか。彼はインテリジェンスの高いサッカースタイルからピッチ上の紳士と呼ばれていました。しかし一方で、愛するコロンビアやメデジンが麻薬と犯罪でイメージされることに心を痛めるナイーブな一面もありました。そんな彼はサッカーで名声を高めるにつれてある行動を起こします。それはコロンビアやメデジンのイメージを少しでも良くしようと路上生活を送る子供や体にハンデのある子供にサッカーを学ぶ機会を与える運動。しかしそんな故郷を変えたいという彼の強い思いは最後まで叶うことができませんでした。世界で最も危険な国として知られるコロンビア、ワールドカップアメリカ大会で敗れた後、多くの選手は身の危険を案じてコロンビアに帰らず、ラスベガスでのバカンスを選択していたと言われています。しかしエスコバル選手は敗戦後帰国を選択。アメリカ戦のオウンゴールという敗戦のきっかけを作ってしまった彼には危険が及ぶ可能性が高かったことは想像に難くありません。しかし彼は自身の敗戦の責任を正面から受け止めて、堂々と頭を上げてコロンビアに戻りました。これは彼の人格を表すピッチ上の紳士ゆえの決断だったのでしょうか。もしあの時違った選択をしていればと思うと残念でなりません。そんなエスコバル選手の人柄が忍べるエピソードを紹介します。それは彼の葬儀に12万もの人々が参列したことです。後に彼の銅像が町に建てられたことからも、メデジンの町の人々が生前の彼をいかに愛していたのかが伺えます。エスコバルの悲劇。本件は地球の反対側に位置する日本のサッカー界にも影響が及びました。1993年の J リーグの誕生で湧く当時の日本のサッカー界、当時自陣のゴールに間違って失点してしまうことを自殺点と呼んでいましたが、彼の銃殺事件を受けて自殺点から英語のオウンゴールに変更しました。また延長戦で先にゴールを決めたチームを勝ちとするサドンデス、これを V ゴールと名前を変えることになったのもこの事件がきっかけでした。そして1994年に起こったエスコバルの悲劇は、ワールドカップが開催される4年に一度決して忘れてはいけない教訓として今も語り継がれています。しかし事件から24年後の2018年、サッカーワールドカップロシア大会で再び悲劇が繰り返される可能性がありました。しかもそれがコロンビアの選手だったため、世界中に緊張が走りました。グループ H のコロンビアが日本を迎えた初戦、試合開始から3分、ペナルティーボックス内で放った日本の香川選手のシュートをコロンビアのカルロス・サンチェス選手が手でボールを防いだため PK を献上。このプレーで彼は退場となり、10人で戦うことになったコロンビアは1対2で敗れました。しかし2戦目以降、コロンビアは勝利を重ねてグループリーグを突破しました。そして決勝トーナメント1回戦の対イングランド、しかしこの試合でなんとカルロス・サンチェス選手は再び PK を献上します。そしてコロンビアはイングランドに敗れ、ワールドカップを敗退します。ロシア大会で2度のミスを犯してしまったカルロス・サンチェス選手、そんな彼のもとにある脅迫文が送られてきました。エスコバルがオウンゴールして殺されたのなら、カルロス・サンチェスも殺されるべき。そしてこの脅迫文に対して SNS 上に賛同の声が集まるという異様な状況。しかしこれに対してエスコバル選手の兄がこんなメッセージを発信しました。サッカーは平和と社会変革の道具であり、単なるゲームに過ぎない。私の兄弟に起きた悲劇が繰り返されないことを願っている。今は SNS で何でも言いたいことを言える。死の恐怖があるという事実は弟の死から何も学んでいないことを示している。こんな人々はサッカーファンではない。そして事態は収束し、カルロス・サンチェス選手の身に危険が及ぶことはありませんでした。今回のワールドカップ
カタール大会。このサッカーの祭典を人生の楽しみとして待ち望んでいた多くの人々にとっては、自国の勝利を期待することでしょう。しかしスポーツは勝負の世界で、勝者がいれば敗者もいます。たとえ SNS 上でも、負けた原因の犯人探しをして、選手や審判を攻撃したり、人格否定するようなことがないことを願うばかりです。今回はエスコバルの悲劇について、大会期間中に選手が殺害されるというワールドカップの悲劇について考えてみました。